しかも野原さん、野原さんどうですか？モロリも気になって、野原さんのベースエロいんだよね。エロいのね。ロンちゃんにさっきエロいじゃなくて変態って言われて、ちょっと意味変わってくるんですよ。そう、変態だとちょっと誤解があるのでね、エロいってことにしておきましょう。夜声もエロく演奏してくれますか？じゃあ、こちらみんな、イエーイ！こちらみんなもイエーイ！みんなでイエーイ！ OK、後半戦、この曲からいくよー！Let's go! してよ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。絶対にいい女になります。ありがとう。ママお見事です。川崎最高。バイバイ。もうお酒食べたいぐらい。車で食べちゃえろよ。やばい、食べたい。どうしよう。食べたい。いいよ。ケーキ。ケーキ食べたいよ。モルさん、バテバテ、大丈夫ですか？足がおばあさんみたいになってますけど。多分ね、年齢には逆らえないってことに気づいてください。ああ、なるほど。弱いよね、だってやる気はあるのに。体ついてこないの。なんか後半の恋がダンシーンがハイパーでガーン、ハイテンションでガーンって上がって、なんかちょっとまたテンポ落ちるのが昼も夜もちょっと気になったなーっていうのが。もうここは畳みかけた方がいい的な。それはそう思う。なんかバラードでも結構グンと落ちてるから後半って言ってるからなんか思いました。ここはダンシーンを逆に少しだけテンポ上げてやるのもありなのかなって思ったり。ありだよね。しました。なんかやっぱちょっと多分後半に向けてみんなの BPM が上がってるからやっぱちょっとどうしても持ち合い聞こえちゃうのかなっていうのは、プレイボール。プレイボール結構なんか今までなんだろう、やりづらいし入れる場所とかで結構テンションが変わったりしたけど、なんかバンドでやって盛り上げるみたいな一緒に歌ったりするっていう、その曲の変え方、パーティーに近い感覚です。新鮮だったよね。すごい新鮮でバンドバージョンかっこよかった。バンドバージョンやりやすいなって思ったのが良かったなっていうのと、パーティーもなんか普段その一番最後に持ってくることでなかったんで。何やと思う？2ミックスやったらもう一つやねんけど、バンドでやるとパーティーもプレイボールも盛り上がるっていうのは何でやっぱ。新曲が一番最後に来てて、やっぱりまあ慣れてないのもあるしバテ気味になってるから、なんかこう歌的な部分でもなんかそのラップとかは徐々に慣れてきていいかもしれないですけど、これ全体的なんですけどユニゾンのとことかが結構こうやっぱみんなきつくなって休むときにガコンっていなくなったりとか、私も含めてですけど、そういうのは個人的にはすごくあるよね。新曲まで